はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。フィリスのアトリエ不思議な旅の錬金術師、続きやっていきたいと思います。さてね、本日どうしようかなっていうのが悩みどころなんですけど、裏でね、いろいろ細かい錬金はやりたいなと思ってたんですけど、錬金するとね、割とムービーになっちゃう時があるんですよね。だそこを無視して、要は動画にね出せなくなっちゃうので、どうしようかっていうのがあって、裏で今のところ何もやってないです。で、ちょっと足らない材料とかね、そういうのを確認しつつ、今日は錬金をやろうかなと思ってます。コアクリスタルってなんだっけ、これどっかで取りに行かないといけないんでしたっけね。困ったもんですね。どうしようかな。この辺作ってないのをちょっと作りつつですね、レベルもね、早く、レベル36ぐらいかな、必要なのかな。そうするとなんかがまた作れるようになるみたいなので、その辺まで上げたいかなと。作ってみますか。酸のなんとか、怪しい液体っていうのはあんま普段使ってないですけどね。どれがいいかな。並べ替え、品質、使う、うわ、101だって。軽い、軽いって何ですかね。そもそも軽いって必要なのか。待機時間の話ね。まあ2個しか使わないし、上から使っちゃおうかな。単純に上からいってしまいましょう。手に馴染む、手に馴染む、何ですか手に馴染む。待機時間 20% 短くなる。待機時間か、油ぎってる、なんかちょっと気持ち悪いな。油ぎってる、少し遅らせ、発生頻度も少なくなる。ああそういうことね。じゃあ油ぎってる入れましょうか。猛毒、これでいいかな。触媒は何がいい。さあ調合開始。さてどうしようかな。まあ真ん中ぐらいしか埋められないかな、これだと。これはここかな。材料投入。これはここかな。よし、いい調子。もんですね。材料投入、これでいい。全然伸びなかったですね。まあしょうがないな。とりあえずこれで、こんな感じ。覚醒はどれにしよう。どうしよう、油切ってる、油切ってるにしますか。これあんまりあんまりな、ブレイク中の対象に与えるダメージが、ブレイク中でしょ。よし、油切ってにしよう。これでいいかな。これあくまでも弱体化を与えるやつなんだね。よーし、出来上がり。攻撃力とは関係ないみたいだからな、使わないかもしれないな。レベル上げのためだけのって感じですね。これも一応作っとこう。どれがいいかな。いろいろ作るともしかしてまたね、何かひらめくかもしれないので、まあ作っときましょう。ウサギの毛複数に行こうか。これいいじゃない。これでいいかな。
んで触媒触媒さあ調合開始。これかこんな感じかな。材料投入。なかなかむずいな。どうしようかな。ここにいるよ。適当でいっか。これはここかな。あ、これ横になんないのか。横になんないですね。これはここかな。無理だな。横になればね、左側の左上のあの角のやつを埋められるかなと思ったんですけどね。じゃあもうちょっと邪魔になる程度にやってしまいましょう。ここにいるよ。これを入れる場所がなくなっちゃった。あ、これは回転するんだ。まあちょっと邪魔にならないところ、邪魔にならないところに置こう。よし、いい、これでいい。仕上げスタート。さて、錬金したいのはこういうのじゃないんです。今日やりたかったらこういうのじゃないんだ。ただレベルを上げるためにね、ちょっとやっておきたいっていうのはあるんだよね。この辺は材料が足らない。手織りの方が必要。中和剤はね、本当は裏でやりたいとこなんですよね。で、なんか金の上にあれがあると、なんだっけ、金の上があるとコメントいただきました。なんだっけプラチナ、プラチナがあると言ってましたね。でね、エアドロップをいっぱい作りたいんですよね。材料はどれにしよう。エアドロップ、蜂蜜があんまりないな。もう何でもいいから、とにかくエアドロップが必要。多分あんま特性とか関係ないと思うんだよな。青で埋めちゃおっか。これでいいか。触媒触媒っと。さあ調合開始。投入。材料投入。エアドロップ1回に1個しか作れないからな。よし、いい調子。ここにいるよ。これでいい。無味無臭。仕上げスタート。こんな感じかな。1個しかできないよね、やっぱね。どれにしよう。素早さブースト、これは攻撃時だと思うんだよな。あ、全然関係ないですね。これでいいかな。よし、出来上がり。で、これどうなんで、これがまたちょっとレベルが上がればちょっとマシになるのかな。どれがいいかな。とにかくエアドロップだ。エアドロップ。これでいい。触媒をさあ調合開始。ここにいるよ。これでもう埋めちゃおう。いい感じ。何でもいい。何でもいいです。何でもいいと言いつつ。材料投入。仕上げスタート。エアドロップがね、いくつ必要かな。いいね、10個以上必要だよね。特性はどれにしよう。アイテムの乱数の幅、これはこれかな。回復アイテムとか関係ないですもんね。多分これも関係ないだろうな。アンティの中止で。これでいいか。よーし、出来上がり。これは銀になった。うまくなってきたな。レベルがもうちょっと上がりますね。これレベル上がったら、もしかしたら
ほら、なんだっけ、ムービーがねあるかもしれないので、そういうのは怖くてね、裏でできないんですよね。これでいい。触媒、よし始めよう。これはここかな。材料を投入、材料を投入、よし、適当ですね。いい調子。とりあえず真ん中だけ埋めようと。それじゃぐるぐるっと、うん、どの特性を残そうかな。安定度重視かな。最大 MP が上昇する。あ、3つも入れられるの、いらないな。これ強化するかな。じゃあ MP が上がると願って、こんな感じ。よーし、出来上がり、レベルアップ。で、一応竿を持ってたよね。どうしようかな、釣りしますかね。この竿で釣りをするっていうのもありみたいなんですよね。あの、要はね、何をしたいかっていうとですね、さて、どれを作ろう。これ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 、これを作るのにワームフィッシュっていうのは必要なんですね。で、これを今求めてるんですけど、ワームフィッシュが釣りか、水の中から探すかどっちかみたいなんですね。ちょっと釣り行ってみるっていうのも手だな。この高品質の竿で釣れるっぽいので、これ作ったよね確かね、1ってなってるしね。なので、まあそれをちょっとやってみるかな。釣り行きますか。じゃあここでこうやっててもしょうがないもんな。これなんだ、これなんだ、これ売り物かな。交換ですかね、これね。身体能力を高める指輪。よし、じゃあ釣り行きましょう。釣ろう。どこで釣るか。どこ行きますかね。これ面白いね。あ、そうだ、今ここにいたんだ。どうしようかな。ここで釣るのがいいかな。この辺だよね、やっぱ釣るとしたらね。あの、水の中入れるのここですからね。じゃあちゃちゃっとこの辺まで戻るか。これじゃない、あ、焚き火めって。これで北に行く。ちょっと、よいしょっと。ちゃちゃっと戻りましょう。ちゃちゃっと戻ってさっさと釣りやってみよう、久々にね。うわ、やっぱ何をするか決めとかないと厳しいな。これってどこだ。これも北に行けばいいのかな。ちゃちゃっと戻りながら、でフルスアイムでまたピュアオールとかを後で買えるし。これ今どこ、こっち行かないといけないね。
あれ、なんか間違えた？あ、こう来ちゃったのか。そういうことか。じゃあ東、西の方に行けばいいのかな。これ面白いね。今回悩みに悩んでるって感じですね。どこをどう進めていこうか。険しい道です。まあそういう時もありますよ。悩みに悩んでます。行ける範囲がねやたら増えたっていうのも一つの影響ですよね。さて降りて船乗りましょう。で向こう岸へね行こうかなと。確かね向こう岸に釣りポイントあったと思うんですよね。船に乗るのか。乗ります。よし来た。LP 結構使っちゃってるな。ここがね釣りポイントだと思うんですよ。あれ、高級な釣り竿って持った。あら、ちょっと失敗。一回フルサイム戻ろう。手に持ってなかったっぽいですね、高級な釣り竿。普通の釣り竿しか今持ってなかったもんね。あれ作ったはずなんだよな、高級な釣り竿。これだけ人が多いなら。いでよアトリエ。すでに LP 回復して、あ、やっぱムービーになっちゃったよ。よし、それじゃあお待ちかねの調合タイムだよ。調合タイム。あ、そっか、材料集めたからそこまでしかやってなかったもんね。そういえば材料には先ほど取ってきたこちらを使いましょう。はい先生と調合なんて久しぶり。ねえ先生、何を作るんですか。そうだな、ちょっと待ってね。なんだ、花を作る。うんうん、あ、なるほど。この子がお薬になりたいって言ってるから、今回はお薬を作ろう。お薬になりたいって言ってたのか。お薬になりたい。よし、それじゃあ始めよう。やるよフィリスちゃん。お、はい。まだフィリスにはわからないことがソフィーにはわかるみたいですね。できたのか。できた。何の薬だ。すごい立派なお薬だ。さすが先生だなそんなことないよ。フィリスちゃんもお疲れ様。これでなんか薬のレシピ覚えたのかな。そういえば気になってたんですけど、材料がお薬になりたがってるって面白い表現ですね。いや、表現じゃなくて本当にそう言ってたんじゃないのかな。え？ほら、さっき言ってたじゃないですか。普通あんな言い方しないからちょっと面白いなって。あれ？フィリスちゃん、もしかしてまだ材料の声聞こえてない？やっぱり。ええ、どうやらそのようです。そっか、フィリスちゃんならもうとっくに聞こえてると思ってた。ん？先生前にも言ってましたよね、材料の声って何なんですか。
言葉通りの意味なんだけど難しいな。まあいいよ、フィリスちゃんならきっといつかわかる日が来るからさ。はあ、すっごく気になるけど、わかりました。よし、先生と調合終わり。発想ポイント50引くということでね、こういうムービーがあるのでね、怖くてね、一人で裏でできないんですね。まいったな。で、なんだっけ、釣り竿。ちょっと待って、釣り竿を装備してなかった。これ装備してなかったですね。じゃあこれを装備で、あ、これ何、もうこれ以上変えられないの。あ、そっか、持ってないからか。よし、これで高級な釣り竿を装備で、ちょっと LP を回復しつつ、どのくらい休もうかな。少し休憩、釣り行きましょう。すぐ釣れるかな。休憩。ここには屋台が多かったな。今のイベは多分あれですね、ちょっと買い物、フルサイムで起きるっていうよりはアトリエに入れば多分起きたんですね、きっとね。たまたまここまで戻ってきてアトリエに入ったからフルサイムでのイベントになっちゃったんでしょうね。品薄になっていた商品を。おし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 、どれを。君ね、品薄になったのもっとパパッと仕入れとかなダメだよ。これでいいですか、ありがとうございます。蜂蜜もこれでいい、ありがとう。あ、ミルク、あ、40もある。10で300いくつでしょ。ちょっと奮発して、これでいいですか、ありがとうございます。金がどんどんなくなる。ぜひ、ま、で、釣り行きましょう。ってどうやんでしたっけね、忘れちゃいましたね。これ簡単だったか難しかったかも覚えてないな。あ、夜になっちゃった。まあ夜釣りの方が釣れんじゃないですかね。そんなことないですか。そもそもワームフィッシュってどんな魚なんだろう。ワームフィッシュっていうと、なんかワームって虫ですよね。おいしい魚いらっしゃい。釣りってどうやってやんだっけ、忘れちゃった。よーし、来た来た。あ、もったいない。え、ちょっと待って、釣りってどうやってやんだっけ。図鑑、釣りのやり方書いてないか。もう一回やってみよう。何が釣れるかな。今ボタン押したんですけどね、引いた時に A ボタンじゃないのかな。たまたま釣れなかっただけ。よーし、来た来た。完璧。あ、なんか釣れたらしい。何が釣れるかな。今の違うよね、多分普通になんかサンマっぽかったもんね。
これこれ辰の落とし子みたいだった。何が釣れるかな。何が釣れたっていうのが出てほしいですね。あ、この引きはやったー、釣れたー。何が釣れたっていう表示が出ないんだな。絵だけですね。黄色いのさっきみたいな黄色いのが出ないと。あ、でもこれ黄色くなかった。黄色はあれか、初めて釣れたやつってことかな。タツノオトシゴはワームフィッシュだったらいいんだけどな。あ、この引きはえへへ完璧。うわ、分厚い雲だね。お日様見えないよ。フィッシュじゃないのかな、もっと上の竿があるのかな。多分この竿でいいと思うんだよな。あ、この引きはえへへ完璧。ちょっと待って、あ、これだ。ワームフィッシュ釣れてるじゃないですか。ワームフィッシュ釣れてますね。オッケー。60、102っていうのも釣れてる。じゃあちょっともうちょっとだけ釣りますか。ワームフィッシュはやっぱ立ち落とし子なんだ。おいしいお魚いらっしゃい。いや、昔ね、夜釣り行きましたよ。主にね、こういう感じの堤防からね、釣りに行ってました。何が釣れるかな？クロダイをメインにね、釣りに行ってたんですよね。コマセっていう餌を巻きながら釣るんですけど、面白かったですね。お、初めての釣りじゃないか。何釣った？あ、違う。あ、やっぱ品質なんだな、きっと黄色は。何が釣れるかな。100超えの品質が出たんじゃないですかね。よーし、来た来た、えへへ完璧。よし、結構釣れたので行きましょう。じゃあ元に戻って、調合しよう。ここの運がすごいよね。よいしょ。案外あっさりワームフィッシュ手に入りましたね。うわ、やっぱまたムービーだ。あ、さっきの続きだ。ダメだ、やっぱり気になる。材料の声って一体何なの。よし、いつか分かる日が来るとは言われたけど、思い切って聞きに行っちゃおう。あ、行っちゃうの。え、これ何、聞きに行けってこと。あ、クエストになってる。ソフィー先生に話を聞いてみよう。聞きに行くのか。わあ、リアン、リアンネーム。リアネー、あのさ、前に言ってたとある場所ってどこなの。おー、なんかもうムービーが盛りだくさんですね。そんなに気になるの。うん、とっても。言いたくないなら無理にとは言わないけど。リアネーはね、ちょっと一個思ってることがありまして、まあどのタイミングで言おうかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっとまた後でね、なんかの機会に言いたいと思うんですけど、合ってるかどうかはわからないし、この後リアネがどうなるかっていうのもわかんないんですけど、ちょっとね、気になってる、引っかかってる部分がね、あるんですね。一番最初にリアネとフィリスが、出てきた時にちょっと気になったことで、その時言ったかな、あんま覚えてないんですけどね。まあ、なんかの機会で話をしたいと思います。うん、
言いたくないっていうより詳しくわからないの。漠然と憧れてる場所っていうか、多分この憧れてる場所っていうのはそれに関連してると思うんだな。へえ、それってもしかして本で読んだ場所だったりする？小さい頃の記憶じゃないかなと。まあ似たようなものかしら。じゃあさ、一緒にリアネーの探してる場所見つけようよ。二人で探せば絶対見つかるって。ごめんね、そう言ってくれるのは嬉しいけど遠慮しておくわ。二人では探さないと言ってるのか。私のことは気にしないで、フィリスちゃんは自分のやりたいことを一番に考えてちょうだい。いや、ますますなんか思ってることが当たってる気がするな。あれ振られちゃった。二人ならきっとすぐなのに。多分ね、フィリスがね傷ついちゃうからじゃないかなと思ってるんですけど、意味深で申し訳ないですが、また別の機会に、もうちょっと機会を選んでフィリスじゃないお話ししたいと思います。おや、フィリスちゃん。フィリスか。錬金術の勉強は順調です。よし、じゃあソフィー先生に話しましょう。あ、フィリスちゃん、どうしたの？何か悩み事？どうしても材料の声っていうのが気になるんです。お願いだから教えてください。ああ、ごめんね、別に隠してたわけじゃないんだ。そんなに気になるなら教えてあげる。教えられるものなのか。フィリスちゃん、そもそも私たちの錬金術ってどんなものか知ってる？あるものをもとに全く別のものを作り出す力じゃないんですか？はあ、なんか微妙に違うんだと思う。正解です。私が以前言ったことよく覚えていましたね。ですが正確に言うと少し異なっていまして。やっぱり微妙に違うんだよ。うん、私たちの錬金術はね、材料の願いを聞いて自然の力を加えることで物体を変質させる術なんだ。うわ、なんだか難しそう。私そんなことやってませんよ。いいえ、これは錬金術師であれば誰でも無意識でやっていることですから、自覚がなかったとしても普段からフィリスも行っているのですよ。まあ言われないとわからないよね。で、話を続けるけど、どんな材料もそれぞれ願いを持ってるんだ。爆弾になりたいとか、お薬になりたいとか、そういうの。先ほども言った通り、錬金術師であれば誰でも材料の声を無意識下で聞いています。しかしソフィーの場合は特別、材料の願いを実際に声として聞くことができるのです。おお、よくわからないけど、それって材料が喋るってことですか？感じ取るってことじゃないのかな。うん、そうだよ。あ、いや、喋るのかそれじゃあ、この材料はなんて言ってるんですか？フィリスちゃんはなんて言ってると思う？お菓子になりたいとか。それ当てずっぽじゃないのか。残念、その子は紙になりたいって言ってるね。本当に聞こえてるんですか？からかってるわけじゃなくて？もちろん、からかったりなんかしないよ。すごい、ソフィー先生ってやっぱりすごいですそんなに褒められると照れちゃう
な。とにかく材料の声っていうのはそういうことだよ。まあ、でも今聞こえないからって焦っちゃダメだよ。多分フィリスちゃんならもうすぐだから。もうすぐ？もうちょっと錬金をしろと、そういうことですかね。じゃあちょっと時間が結構経っちゃったけど、さてどれを作ろう。あれだけ作っちゃいますか。これね、材料はどれにしよう。並べ替え、品質図鑑順。これって確か上げるだけですよね。だからあの品質高いのを上げる必要はないんだよな。これにしよっか。なので、品質が低いのから作ればいいってことだよね。これでいいかな。よし、じゃあこれで作りましょう。触媒は何がいい。さあ調合開始。あ、黄色と緑だ。これここにいるよ。さあこれで真ん中は終わり。いい調子。あともう一個はできないかな。これだとな、もう一回埋められるといいんですけどね。ここちょっと足んないですね。ここにいるよ。材料投入。これでいい。ちょっと待った、今思ったけどこれここ埋められるでしょ。これはここかな。これはここかなね。いい感じ。これでいい。よし、じゃあこれで恐怖の苦さ。それじゃぐるぐるっと回復するやつなのかな。いいねいいね。ラーウェの飛躍できました。どの特性を残そうかな。気絶値も少し回復させる。気絶値っていうのがあるの。あ、これヒットポイント回復大、 MP 回復大じゃない。これすごいね。こんな感じで大丈夫。完成完成。これは後で使えるな。まあ、ますます釣りやんなきゃダメですね。あ、ムービーだ。フィリスちゃん、何を作ってたの。さっきの続きかな。お、先生、なんて説明したらいいのかな。ですね、メクレットとアトミナに作ってくるように言われた。知ってんの、ソフィーさん。それだけですか。他に何かされていませんか。というかあれ、ソフィーのアトリエで出てくるのかな、あの二人って。はい、特に。っていうか先生たちもあの二人のこと知ってたんですね。うん、昔いろいろあってね。やっぱそうなんだ。なんか意地悪的なことするのかな。というかソフィーのアトリエやりたいな。だけどね、パソコン版はですね英語なんですよ。しかし驚きました。まさかフィリスに接触していたとは。あの二人今度は何を企んでいるのやら。やっぱなんか企んでんだ。このねソフィー先生とプラフタとのね関係もおそらくソフィーのアトリエをやるとねわかんじゃないかなと思ってるんですけど、でもね英語なんですよパソコン版は。まあ考えてもしょうがないよ。案外何も考えてないかもしれないし。それはなさそうな気がする。それはそうですが、とりあえずしばらくは様子を見ようよね。わかりました。それで私はどうすれば。
えさせちゃったかな。別に気にしなくて大丈夫。あの二人も悪い子たちじゃないから。多分多分ですか。ちょっと用心しないといけないですね。何かあった時のために策は考えておかなければ。だから大丈夫だってば。どんな二人なんだ。二人のことは気になるけど、まあいいや。とりあえずこの道具は見せに行かないと。あ、挑戦2が発生した。まあこれは多分持ってけって意味だと思うな。そうだよね、バイスラークにってことだよね。じゃあまあバイスラーク行きましょう、次はね。でバイスラークに他のクエも確か関連してたので、バイスラークをちょっとやりましょうかね。ということで今回何分撮っちゃったかな、ちょっと長くなっちゃったような気がするけど、やっぱりねあちこちムービーが挟まるんですよね。だから裏で一人っていうのはね危険なんだわ。だからちょっと無駄な時間になっちゃうんですけど、細々とした調合も、撮影するようになるかもしれないですね。申し訳ないですけどね。ということで、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。